リバーブレーターは、ホール、教会、シアター、スタジアムなどで音響反射と反復が繰り返されて生ずる残響効果を各種デバイスやデジタルシグナルプロセッサによる演算処理で再現し、音声などへ加味する機能を持ったエフェクター及び音響機器を指す。なお自然な残響自体もリバーブと呼称し、現象自体をリバーブレーションと呼ぶ。 エコーチェンバー内部詳細は、エコーチェンバーを参照リバーブレーション生成専用に設計されたエコールーム内に可動式の音源再生用スピーカーと収録用マイクロフォンを設置し、角度や距離などによってリバーブレーションの質感や減衰するまでの長さなどをコントロールする特殊用途の音響部屋。古くからあるレコーディングスタジオにはエコールームが常設されていたところが多く、 場合によっては、電話回線を使ったデジタル信号のやり取りで、エコールーム自体の音響効果を外部スタジオから利用することもあった。非常に薄く大きさは畳4から5畳ほどにもなる、鉄板の端にスピーカー的役割の再生用ドライブユニットが設置され、その反対側の端に一つないしは二つのマイク的役割のピックアップユニットを搭載し、 ドライバーユニットから放出された音声が鉄板を共鳴させ、片側のピックアップで、その共鳴を拾うことによって形成される、リバーブレーションの一種。鉄板エコーは EMT-140 が、その代表的機種、OC エレクトロニクス、インク、スプリングリバーブ複数本に束ねられたスプリングを貼り、テンションがかけられた状態でスプリングを叩くと、独特の共鳴が起こることを利用して、 プレートエコー同様にドライブユニットから音源を鳴らし、その共鳴を反対側のピックアップで拾うことによって生成されたリバーブレーション効果を作り出す機種。最も有名なスプリングリバーブレーターとしては AKG-BX-20 などの機種があり大きさは家庭用大型冷蔵庫並みのサイズになっている。フェンダー社製のギターアンプ等にはギター用に調整された小型のスプリングリバーブ。 ユニットが搭載されている。1970年代終わり頃から登場してきたデジタルリバーブは実際のリバーブレーション発生プロセスと様々な物理的現象を電子的にシミュレートすることによって生成されている。基本的にデジタルリバーブはディレー音を多数発生させることと減衰の過程で音色が変化していく現象の再現によって多くの残響音をシミュレートしている。実際の境界 ホール、スタジアムなどでパルス発信と収録結果を元にされ、そのサンプリングされた波形データを解析したインパルス応答と入力信号を畳み込むことで空間それぞれの特徴的な残響のニュアンスまで再現が可能とされている。これまでのデジタルリバーブのような人工的なリバーブレーションと比べ、よりリアルな臨場感のある残響を再現できるリバーブレーション生成機種。以前は 非常に高価な専用ハードウェアを必要としたが、パソコン CPU の性能向上や、プログラミング手法などにより、同向けのプラグインとなる比較的安価なソフトウェアとしても販売されるようになっている。プラグイン向けのリバーブレーション拡張用データも更新、およびネット経由などで配布され、ユーザー側でも独自のサンプリングデータを元にして、独自なリバーブレーションを 生成可能なことからとても自由度の高いリバーブレーターでもある。部屋やホールの中の空気の状態すべてを物理計算することにより、より本物に近いリバーブが表現可能とされている。これはまだ現在では音響工学の分野であって、音楽用エフェクタとしてのリバーブでは実用化されていない。試算では一辺が5メートルの立方体の部屋をリアルタイムに再現する場合は、 地球シミュレータ10台分の処理能力が必要とされている。初期のデジタルリバーブは使われている DSP やメモリーなどの限界からロービットでリバーブタイムも短く数種類のリバーブレーション成分しか持たなかった。ドクイームティ社のイームティ250やドククワンテイック社の QRS や QRSXL などは現実の初期反射構造を 建物の大きさやマテリアルごとの音響特性を考慮したアルゴリズムで格段とリバーブレーションの質感を向上させた。AMS 社はリミックスマイナス -16 という機種で一大ヒットしたプログラム名のルーム系アンビエンスとノンリーンというモードがあり、派手なルーム系リバーブレーションで1980年代のポピュラー音楽におけるドラムスのサウンドなどに貢献した。 歴史コン480リットルのコントローラー。米歴史コン社は 224X をはじめとして 224XL480 リットル PCM-70 などのデジタルリバーブレーターを各種製品化し、パラメーター設定用のラークなどから数ページにも及ぶパラメーター操作を可能にした。ユーザーが設定したパラメーターをラムカートリジに保存して、 同一機種が置いてあるスタジオなどに移動した際には、ラムからパラメーターを読み込んで、ユーザーメモリーエリアに書き込み使用することができたり、本体ロムに書き込まれているリバーブレーションデータ以外にも、数種類のリバーブレーションデータを収録したロムカートリッジが別売りされていたので、本体ロムを書き換えずに外部ロムからロードして、別のアルゴリズムによるリバーブレーションを使用することもできた。 この製品は1980年代から1990年代、そして現在に至ってもデジタルリバーブレーターの中では中心的存在に位置している。ソニーは EMT のプレートエコーをデジタルリバーブレーターで安定して再現させるためにドレイ -2000 という機種を開発製造した。日本の草分け的デジタルリバーブレーター、ヤマハはレブ -1 という機種で、 ドレイ -2000 以上に細かくパラメーターを変更できるインターフェースの使い勝手の良さとホール及びリューム系のその上品なリバーブ成分だった。ソニー、ヤマハ、コルグ、ローランドなどが廉価で一流サイズに収まるデジタルリバーブを市場投入したため、それまでは単体価格が200万以上して、プロフェッショナル向けのレコーディングスタジオ以外には導入されにくかった。 デジタルリバーブは一気にコンシューマーレベルまで浸透した。初期の銅のプラグインは幾重にも調整されたディレイの初期反射を組み合わせてリバーブレーション成分のような残響を生み出していたため密度が荒くなかなか単体機種のデジタルリバーブレーターには届かなかったが様々な名機や場所でのモデリングとアルゴリズムの改良によりそれまでハードウェアとして君臨していたデジタル リバーブレーターと遜色ない領域まで到達しつつある。中でもサンプリングリバーブと総称されるタイプのリバーブレーターでは実際の場所で収録したインパルス音をリバーブレーションの元データとして利用することで極めて現実に近い初期反射やリバーブ成分が再現可能になっている。プログラムには実際の著名なホール、教会、シアター、スタジアムなどがあり、 ユーザー自身も独自のサンプリングデータを元にリバーブレーションを生成できる。それまでのデジタルリバーブレーターがあくまでも計算データに基づくシミュレーション的なリバーブレーターだったことに比較するととても自然でリアルなリバーブレーターとなっている。ありがとうございます。